メイジェル・バレット・ロッテンベリーは、アメリカの女優、プロデューサーであり、SF テレビドラマシリーズ、スター・トレックを創作したジーン・ロッテンベリーの妻である。結婚前の氏名は、メイジェル・リー・ヒューデックだった。ロッテンベリーと結婚し、また、スター・トレックの全シリーズに関わっているところから、スター・トレックのファーストレディと呼ばれることがある。スター・トレックの最初のシリーズである。 宇宙大作戦終了後の1969年8月6日に日本で結婚式を挙げている。1932年2月23日にオハイオ州クリーブランドに名ジェルリー・ヒューデックとして生まれ幼少の頃から演劇を学んだ。フロリダ州ゴーレル・ゲーブルスのマイアミ大学に入学し、いくつかの舞台に出演後にハリウッドに移った。 1950年代後半から1960年代にかけて映画やテレビシリーズに早くとして出演を重ねていた。デジルスタジオではボナンザ、アンタッチャブル、ザルーシー賞シ、ザルテナント等に関わった。またルシルボールからコメディの教えを受けた。1960年にビーバーちゃんでグエン・リューサー・フォードを演じた。また映画ではウィル・サクセス。 スポイルロックハンターに出演している。ジーン・ロッテンベリーとの間に一子を設けている。SF テレビシリーズ、スター・トレックでは、劇場版とアニメーション版を含む多くの作品に、様々な役柄で出演している。スター・トレック、オリジナルシリーズ、宇宙大作戦のパイロット版である、ザ・ケージでは、宇宙船エンタープライズの副長を演じている。このような、主役の一人で命令を下す。 立場の人物役がまだ無名だったメイジェル・バレットに与えられたのは創作者であるジーン・ロッテンベリーの恋人だったためだとして NBC の重役は残らず激怒したと言われる。スター・トレック・メモリーズでウィリアム・シャトナーはこれを認め、さらにはテスト上映で女性視聴者はこのキャラクターを嫌をしていたとクリス・クレスキに語っている。また女性の視聴者に対してデシャバリで 苛立ちを感じさせ、ナンバーワンは男性と張り合うべきではないとも思わせたと書いている。メイジェル・バレットはしばしば、ジーン・ロッテンベリーは、スポックと女性キャラクターのどちらかを選ばなくてはならなかったから、バルカン人を残し、女性の方と結婚したのよ。レナード・ニモイが、その逆を承知するとは思えなかったし、とジョークを言った。宇宙大作戦のレギュラーエピソードでは、 クリスティン・チャペルン護婦の役を演じることになった。チャペルはスポックに対する報われない愛情を内に秘めているキャラクターである。映画、スタートレックの前半部にはチャペルが医者となっているシーンがある。チャペルはスタートレック4故郷への長い道にも登場し、継続的なキャラクターであるとわかる。アニメーションシリーズの漫画宇宙大作戦では、声優として、 チャペル看護婦やレッスンを含め何役かを演じている。その後、新スタートレックでは、その自由奔放でわがままな性格で、D 型エンタープライズのピカード艦長を困惑させる、ベタゾイド大使で、カウンセラーディアナトロイの母親でもあるラクサナ、トロイとしてキャスティングされ、再度、スタートレックシリーズに復帰している。また、スタートレック、ディープスペース9でもラクサナトロイとして、 複数のエピソードに登場し、保安チーフの弟と強い絆を築いた。宇宙大作戦と、新スタートレック、スタートレック、ディープスペース9、スタートレック、ボイジャー及びほとんどの劇場版、さらに、スタートレック、エンタープライズでも2本のエピソードで、惑星連邦所属の宇宙船に搭載されている、コンピュータの音声を担当した。また、 スタートレック関連の様々なコンピュータゲームやソフトウェアにも声優として出演している。ただし、スタートレックオンラインのコンピュータ音声は、ラニミレルラが彼女の声色を真似て演じているものである。生前の彼女はファンに夢を与えつつ、スタートレックシリーズの活気を維持するため、主要なスタートレックコンベンションに毎年出席するよう努めていた。亡くなる 直前の2008年12月9日、ロッテンベリープロダクションは、スタートレックシリーズ11作目の映画、スタートレックでも彼女が再びコンピュータ音声を演じていると発表した。ロッテンベリー家のスポークスマンを務めるシーンロッサルは、メイジェル・バレット・ロッテンベリーの担当シーンは2008年12月4日にはすでに収録し終わっていると述べた。1973年に、 夫のジーン・ロッテンベリーが制作した、ポスト週末論的なテレビドラマのパイロット版、ゲネシーで、プリマス・ドミニク役を演じている。また、ジーン・ロッテンベリーの死後に残されていた資料から、アンドロメダと彼女が、ドクター・ジュリアンを演じた、アース最後の戦いの2作品を制作した。スター・トレックシリーズと SF テレビドラマシリーズ、バビロン後の制作者のつながりにより、バビロン後の、 第3シーズンのキーエピソードとなった地球に海原霊発令では戦闘理の全皇帝第3夫人モレーラを演じたアニメーション作品ファミリー外の第3シーズンのエピソードエミッションインポッシブルにゲストとして参加した時にはステュウィー・グリフィンの船のコンピュータ音声を演じスタートレックシリーズでコンピュータ音声を担当したことをパロディにしているユニオンパシフィック鉄道では 線路の血管検査装置に命じるバレットの声を使用している。装置が血管を発見すると録音された声が列車の乗務員にラジオで知らされるようになっている。2008年12月18日、カリフォルニア州ロサンゼルスベレアーの自宅で白血病のため76歳で死去した。異界は宇宙層にされる。ありがとうございます。